令和2年度社会保険労務士試験受験生の皆様、こんにちは。社会保険労務士の大五郎です。先日より YouTube の方にこの試験対策向けの動画っていうのを上げさせていただいてはいたんですが、動画を上げていくうちにですね、私も皆さんのお役にもっともっと立ちたいなとか、絶対に皆さんに合格してほしいなとか、そんな気持ちが強くなってきましたので、ちょうどあと試験まで1ヶ月あります。ですので、皆さんに100本ノックと称して100問の問題を受験まで毎日お届けしたいと思います。最後までどうぞよろしくお願いします。私も8月の23日試験監督員として会場入りします。この動画を見ていただいている方には会えないとは思うんですけれども、皆さんのことをしっかりと応援していきたいと思いますので、最後まで頑張ってください。100本ノック1本目、今回は健康保険法と厚生年金保険法をあえて並べて覚えていただきます。健康保険法、この法律は労働者またはその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。厚生年金保険法、この法律は労働者の老齢、障害または死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。なぜこの2つの科目をセットにしているかというと、この2つっていうのは現場でもほとんどセットなんですね。ですから条文にも注目していただきたくて、最初そして終わり一緒なんですよ。形も似てるので2つ一緒に覚えることで非常にこう記憶に残りやすくなりますので、あえて一緒にしてます。最初の労働者っていうところなんですが、この健康保険も厚生年金も結局働いてる人じゃないとかけられないので、まあ労働者が来るわけですね。だからこの法律はそして労働者までは一緒になります。で、健康保険はこの業務災害以外でしたよね。だからここはもう業務災害になるんですね。そしてこの年金、老齢年金、障害年金、遺族年金でしたよね。ですから老齢障害、ちょっと先に遺族っていう言葉があります。で、健康保険、出産一時金がありましたよね。ですから途中に必ず出産という言葉が入るわけです。もう皆さんが習ったこと、覚えたことっていうのがこの目的条文に必ず凝縮されているというふうに考えてください。まあ、そして途中保険給付を行い、ここも一緒です。そして最後、健康保険法は国民のとなります。厚生年金法は労働者およびその遺族、そうですよね、旦那さんが亡くなったら奥さんと子供と遺族年金出ますよね。そして最後、この言葉も暗記してください。生活の安定と福祉の向上に寄与する。生活の安定と福祉の向上に寄与する、何回も言ってもう完璧に覚えてください。選択式では曖昧な記憶っていうのは全く役に立ってこないです。もう必ず完璧に記憶をしてください。少し厳しいですけど100本本気でいきますんで、ついてきてください。